まあ、生放送だから、何が何でも時間通りに始めなきゃいけないわけで、その前にね、こう、大道具さんがセットを立てて、で、小道具がいろんなのを置いて、それでなんか格好つけるじゃないですか。で、それをいちいち、まあ、こう見てて、で、ディレクターがね、時々ね、なんかその、贅沢言うんですよね。ここの壁にね、ちょっと絵が欲しいな、ヤクわかりました。絵って言ったってさ、そんなにすぐ額縁に入ってた絵がね、その辺にあるわけじゃなくて、小道具に行ったらぶっ飛ばされるからさ、何言ってんだよ、てめえ、この今頃って。まあ、その頃のね、小道具、大道具ね、衣装ね、もうみんなね、気が荒いというかね、どういうの、ほとんどヤクザですね。でね、テレビ早々期だからね、テレビに入りたい人なんていないんですよ。で、役者さんもね、ほとんどテレビって言って嫌がるんですよ。テレビに出たら落ち目だと思われるという時代だから、いわゆる俳優さんもね、テレビに出たがらない。で、そういう中から、参拝教室で来てもらうわけだよね。だからね、そういう大道具さん、小道具さんとか、衣装とか、カツラとか、ああいう人たちってみんなね、芝居と映画から来てるんですよ。引っこ抜いて。で、そうするとね、やっぱ気が荒いんだみんなね。もう、小道具なんて、さ、大道具とかはいつも、トンカチを、金槌をさ、腰からぶら下げてるから、それで殴りかかってくるから怖いんだよね。だからね、やたらにね、すいません、映画って言えないんですよね。前もって言っとけって、そのまますぐ出てるわけねえじゃねえか、この野郎。って、ぶん殴られそうなんださ、大学出てなんでこんなことしてんだろうと思うけども、それでね、しょうがないからね、こっそり社長室に忍び込んでね、で、社長室の絵を盗んでいくんですよ。で、終わったらまた外返しに行くんだけども、これがかなりスリルなんだよね。誰に見られてるかわかんないから。でね、ある時ね、浜町スタジオっていうのが昔あったんですよ、日テレにね。今でもあるかどうか知らないんですけども、本社が麹町にあって、で、浜町にそのスタジオがあって、この浜スタっていうんですけども、この浜スタでね、まあ、ドラマを撮ってきてすごい大変でね、どうしてかっていうとね、作りが甘いのかなんか、とにかくスタジオにできてないんじゃないかと思うんですけども、外車が通ると車の音が入っちゃうんですよ。時代劇なのにブーってプープーとか入っちゃったらまずいから、ね、止めてこいって言うわけですね。だけどさ、車止めらんないじゃん。でも、言われたらしょうがないから外に出てさ、ちょっとすいません、ちょっとだけちょっとってね。やったりね。ある時ね、なんかね、こう、お店のセットがあってね、で、マネキンじゃなくて、こう、洋服装店みたいなんですよ。そしたらね、ディレクターがね、やばいくん、ここに、ちょっと、マネキン人形を立てたい。ああ、そうですか。で、なんか、着るものを着せなきゃいけない。わかりました。で、もう本番の30分とか1時間前とか、そういう時間だから。で、しょうがないから衣装に行って、小道具に行ったら、文句言われるから、その辺に置いてあったやつをこっそり盗んでくるわけですよ。で、こう立てて、なんか着せなきゃいけない。で、衣装部に行ったらさ、てめえこの野郎ってなって、こんなにギリギリになって言ってきたって、お前、ダメに決まってるじゃないか。いや、でもディレクターが欲しいって言ってるから、ディレクター?ディレクターがなんだよ。呼んでこい、声。っていう話になって。すいません、つって。それでね、しょうがないから、浜下の近所のうちを一軒ずつの夜だけども、どんどんどんって叩いてさ、すいません、なんか着るもの貸してください。あなた何?って言われて。いや、テレビ局のもんですけど、そういうことしたの?だから、服がないんで、どういう服?うちは男のしかないよ。そう。すいません。で、その辺ずーっと回って歩いてさ、ないから、しょうがないからね、シーツを、一枚盗んできて、それをこう巻きつけたのね。それでギリギリ間に合ったんだけど、そういうことばっかしやってるわけですよ。でね、
そのディレクターのとそばに座ってる AD っていう、そのつまり時間をちゃんと調整してる人の役になった時にね、大変なんですよ。どうしてかというとね、さっきも言ったけど、テレシネってその、映写機とか録音機を回す機械が集まってる部屋があるね。それが本社なんですよ、麹町に。で、ハマスターはそういうのないから、結局ね、ハマスターから、電話でね、本社に言うんですよ。それでね、生本番なのに、で、まあ、スタジオがあって、次にちょっと、例えばそのロケのシーンとかが出たいわけですよ。すると、それはロケに行って、編集して16ミリのフィルムなんですけど、当時はね、16ミリのフィルムに、この音は別でテープがあって、それとこうシンクロするようにしてあるわけだね。そして今度、それを、生本番でありながら、途中でね、テレシネさん、フィルム16いきますよ、つって、で、シンクロのテープも一緒に、間もなくいきます。だからさ、それからまた、近くなってきたら、間もなく行きますよ、3、2、1、スタートって言って、それを聞いて、向こうの人がボタンを押すまでの間があるじゃないですか。だから、スタートから 0.5 秒で、を取らないと、スタートが遅れたら早かったですよ。それをね、時計見ながらね、はい、16ミリ、3番、そろそろスタート、3、2、1、スタート。それで、1、2、3番、3つ数えたところで、そのハマスタの方の、サブコンにいる技術屋さんが、テクニカルスイッチャーが、ボンと、フィルムに乗り換えるの。で、これね、もうほとんどね、サーカスね。信じがたいでしょ？だからね、だけど、もう何があろうと終わっちゃうところが素晴らしいんだよ。ね、どのような事故が起きようと、時間が来たら終わっちゃうんだよ。もう、その、ビデオじゃないから、撮り直しもないし、編集もないわけ。で、その頃の編集って、さっきもね、言ったようにね、一箇所5万円だったんだけど、その、どうやってやるかっていうとね、1インチってこう幅広い、まあ、なんていうんですかね、テープの、テープレコーダーのテープのうんと幅の広いやつに絵と音が入ってるんですね。で、それを切るときにね、もう原始的なことにね、こう台の上で、どこを切ったらいいかっていうのは、こう、機械を当ててると見るらしいんだよね。ここがちょうどぴったり合うって、こことここが合うっていうのをね。それでそれをこう調節してですね。で、定規当ててね、カミソリで切るんですよ。もう信じがたいけど、カミソリで切るんですよ。定規当てて、スーッと。そうしてね、もう一箇所切って、そっちとこうはめるときにね、こうちゃんと合わせてね、それでね、銀紙貼るんですよ。それ、タバコの銀紙とは違ってね、やっぱりちゃんとそのテープを貼るための銀紙なんだけど、それをね、こう、丁寧にぴったり貼ってね、こしーっとこう、押して、剥がれないようにしてね。それ、そういう、時代だからね。だからね、ビデオなんかね、使えないんだよね。だけどね、何があろうとね、時間が来たらね、はい、お疲れ様ってね、それで、うわーってみんながもうこの30分がないし、1時間のね、この緊張がね、もう必死だったのが解けるじゃないですか。それで、お疲れ様って言った時のこの快感が忘れられずに、またやっちゃうんだよ。で、それのずっと連続なのね、テレビって。で、まあ、終わった後に打ち上げっつってビール飲むときのうまさがね、忘れられないんだよ、これまたね。でね、その代わりね、その頃ってね、事故がいっぱいあってね、事故と言わないんだね。出来事が起きるんだけどね。ね、ある時ね、大名、お殿様がいて、そこに、いろんな大名が入れ替わり、立ち替わり、この参勤交代で来て、こう、挨拶するわけね。それで、
まあ、お殿様がいる大きい広間があって、こう、襖があって、それで、何々様、おなりーって声が聞こえて、お女中が、こう、しとやかに、襖をスーッと開けると、すごい大名が、家来従えて、ずっとお腰を従えて入ってくるっていうシーンがあったの。で、それがね、本番中だよ。おなりーって言って、女中がこう、お女中が襖を開けようとした途端に、セットがバタッと倒れちゃったの。そうしたらさ、襖と壁がさ、全部な、パッと消えたと思ったら、その向こう側にさ、ジャンバー着て、汚い奴が何人も、あばーって言ってみんな伏せたり、なんか隠れたりするのがみんな映っちゃうんだよな。それ。もうね、本当壮絶な時代劇なんだよな。それでも慌ててパーンと切り替えるんだけど、切り替える先がどこに切り替えていいかわかんない。もうテロップかなんか言っちゃうわけ。